サンプルまでに売上計画というものを立ててみました。こちらではドラゴンドローンスクールという名前ですけども、これは架空のスクールですね、をもし立ち上げるにあたって、ファーストクォーター、1級ですね、第1四半期において、どれくらいの売上高を見込んで、その売上高の詳細はどういったものなのかというものを表にして挙げています。見ていただいた通りに、この商品ラインナップ価格帯から言うと3万円から17万円、組み合わせで言うと20万円以上のものも出てくると思いますが、これなんでこういう金額に分けてるかというと、例えば、有名なところで言うとジュイダの認定ですね、ジュイダの、無人航空機操縦技能認定を受けるのに、ここでは仮に17万円ですよというふうにしていますけども、17万円のものが1ヶ月に3件程度、3名ですね、しか受けられないようになっているのはどういうことかと言いますと、先ほどちらっとお話した通りに、ドローンスクールが始まった頃というのは、やはりジュイダやそういう認定スクールがほとんどでした。で、講習会の内容もそういったジュイダの認定のスクールですということで、やはりそのジュイダの認定に従ったカリキュラムをやって講習をするというものが多かったんですけども、受講される方々の対象が2016年当時と大きく変わってます。その当時というのは、いわゆるアントレプナー、起業を目指している人の方々が受講されるケースが非常に多かったんですけども、今は大きく様変わりしています。どういった方々が受講されるかというと、ジュイダにしろ、ここで挙げたラインナップ、全て、ほとんどの方がですね、仕事で必要とされてるから受講しますという方々が多いです。仕事で必要されてるから受講するということは、会社に属してる方々、いわゆる会社員の方々が担当としてドローンを飛行しなさいということに、命令や指示があった場合、受講する際にその方々が何をやるかというと、資料を取り寄せるんですね。なんで資料を取り寄せるかというと、その担当の方々というのは17万円の費用を、はいお願いしますという形で見積書請求書で行きましたというわけにいかないんですね。組織の中における17万円というのは非常に高額な投資ですので、どういったプロセスがあるかというと、稟議というプロセスにかけられます。ある程度の組織になりますと、この稟議状というものが非常に重要でして、予算は別として、予算枠ありましたと、例えば17万円20万円のドローンの講習会を受けたいですとなると、管理職の方々が担当者の方に、ちょっとじゃあ稟議書あげてくれと言われるんですけども、その稟議書って結構担当者の方々にとってはプレッシャーなんですよね。なんでプレッシャーかというと、稟議書って2つの側面があるんです。一つは、直接的にその費用対効果を求められる内容を書かなければいけないですね、定量的なものを書かなければいけない。これ例えば、スクールに入校します。スクールに入校するとどんな効果が得られるのか、民間の資格なので細かく説明する必要があります。スクールで受講することによって、操縦技能が身につくとか、そういったものだけではなくて、今の事業におけるドローンの操縦技能を身につけることによって、いくらの効果やどういったものに展開が可能ですというものを稟議書にまず書かなきゃいけないですね。で、もう2つ、稟議書のもう2つの側面、組織の規模にもよりますけども、担当の取締役、もしくは専務、社長まで稟議を上げる必要が出てきます。そういったところで、上役の方々が見てるところというのは、どのくらいのお金の効果があるかという側面もそうなんですけども、もう一つ、妥当性です。妥当性を見出すための理由も必要なので、その担当の人たちが一番重要なことというのが、稟議書の作成です。ここをクリアしてしまうと、もう受講は簡単に進むと思います。ですので、それに必要な資料を用意するということも重要な要素の一つです。じゃあもう一つ、なぜ、5万円程度のもののメニューがあるかというと、これは例えばその事業部の方々で、教育予算って年間を通じていくらというものがあるんですね。ところが、教育予算の執行って、相当狙ってるもの以外っていうのはなかなか執行されないんですよ。ドローンですと、実際にそのドローン事業を始めようという部署の方々も、一体ドローンってっていう分かんないところから始めるので、その予算を執行する期間というのがゆっくりになるんですね。簡単に言うと、半期末や期末に
ギリギリになって執行する可能性があるので、そういった時に、あ、意外と予算がまだ余ってるぞって言った時に、じゃあ3名だけ5万円のコース受けさせようとか、または具体性に欠くような時の事業予算として計上されるのが、まずは知識を補完するための講習会というのが非常に重要になってきます。ですので法律に特化したテキストの内容を作って事業として講習会として展開するというのはとても重要になります。で、まあこういった形で売上計画を作成して、まあ、バーッと見ていただくと、高額商品というのはあまり多くないんですけども、5万円程度の商品の売上の予定というのが多く立てるというのは結構重要な部分かなとは思っています。で、まあ、ざっと見てみるとですね、ファーストクォーター四半期ベースで見るとおよそ700万円くらいの売上があると思うんですけども、これ結果から先にお話しますと、これ半分くらいの売上でも損益分岐点には乗るんじゃないかなと思ってます。では売上に関してその計画損益というものを作ってみたのでご覧いただければと思います。こちらが、まあ、ドローンスクールの、まあ、計画の損益計算書ですね。これざっくりしてます。先ほど言ったように売上ですね、220万円から230万円程度、月平均で言うと、です。で、売上原価として挙げさせていただいているのが、まあ、テキスト等という形で必要に応じてテキストを、まあ、発行したり作成したり外注したりする必要もありますし、あとスタートアップで要なのは外部講師の投入です。というのが、現行のスタッフの方々がスクールの講師として育つまでに約3ヶ月ほどかかると思います。例えば喋りの研究ですとか、プレゼンのやり方、授業を飽きさせずに覚えていただきたいことを集中的に覚えるための手法、こういったものは外部講師を雇うことによって、その外部講師の方々がお話ししている内容をビデオで撮らせてもらってください。で、この外部講師の力を借りて3ヶ月間をなんとか生き抜く、というのが、その授業の品質によって口コミや、例えば先ほど言いました会社組織で受講された方々っていうのは、実は1名だとしてもその後ろに2名3名と待ってる可能性があるので、今回受講したスクールってどうだったっていう評判が社内で必ず巻き起こります。そこの評判を落としてしまうと、せっかく来ていただいた1人目のお客様の組織内で、あそこはダメだよってなると、他のスクールたくさんありますから他に行ってしまう可能性があるんですね。それは大切なビジネスチャンスを逃してしまったと言っても過言ではないと思います。ですので、慣れてない社内の方々がお話しする授業の内容よりも、何十人何百人もですね、年間で教えているような外部講師の方々に1回、胸を借りるという形で、雇ってみるのもいいと思います。まあ、そういったところで、だいたい1ヶ月あたりの原価というのが、まあ40万円から43万円、という形で、まあ売上原価というものを計上できると思います。とはいえですね、まあ、いわゆる損金、販売管理費のところで人件費も上げさせていただきました。これおおよそ、まあ35万円程度の人件費なんですけども、これをだから50万円にしてもいいと思いますし、60万円にして2名、もしくは70万円にして2名、という形でも構わないと思います。ただし売上が重要ですので、売上に応じて従業員の方々を担当にするというのが重要です。あくまでもですね、これ全くゼロからドローンスクールだけで稼いでやろうというパターンですと、もっとシビアになってくると思います。ですが、今ドローンスクールを開講しようというふうにお考えの事業主の方々というのは、ほとんどが現業で何かやっていらっしゃいますよ。例えば自動車学校ですとか、重機のスクールですとか、工場を経営してて、ただ余剰金というのが最近好景気に支えられて行くばっか出てきたというところで、で余剰金の中からまあ500万円ほど投資してもいいだろうというところで、ドローンスクールを開校しようかという方々なんかで考えたとしても、やはりゼロからスクラッチで始めるスクールというよりも、一つの新しい事業として始める方が現実的だと思います。まあ、ということで、従業員の方々を、まあ、転籍させたり兼務でさせる場合もあります。負荷がかかるかもしれませんが、もちろん労働法の中で仕事をしていただくということはもちろん前提なんですけども、兼務などを、もしくは3ヶ月限定で専任という形で事例をですね、出すという形でやっていただければと思います。新規事業として開業する場合でしたら、実質的な人件費のキャッシュアウトというのはほぼないと考えてもいいと思います。さらに言うとですね、販管費の中で結構お金かかってるなというところが、オレンジ色、あと薄い黄色で示したところですけども、広告宣伝費と地代家賃ですね。この地代家賃から説明していくと、なぜかというと、これ飛行練習場というものが必要になってくるんですね。
例えば新規事業で自動車教習所の方々がドローンスクールを始めますよと言った時は、座学の講習会場って結構あるなっていうのは実感されてると思います。およそ10人から15人が入るような講習会場を用意すれば問題ないと思いますし、そこにはプロジェクターやマイクなど講習会に必要な設備というのは自動車学校さんは揃ってますよね。特に自動車学校さんなんかで陥りがちなんですけども、飛行練習場を用意しなくとも自動車教習場の中でやればいいやと思いがちですけども、ちょっと想像していただければわかると思うんですけども、自動車教習をやってる上空でドローンが飛んでいるっていう姿を想像してみてください。パッと見危険ですよね。いかに安全運航管理が大丈夫ですよ、今のドローンが安定化してますよと言っても、例えばプロペラをハーフロックの状態で飛行させたら墜落しちゃいます。そういったことから考えて、自動車教習場の施設上空を並行して利用するというのは安全運航管理という観点から見ても好ましくはないと思います。ですので飛行場を新たに作るということが必要になってきます。飛行場を探すというのは非常に大変です。ですけどもやっぱり探さないとまずいんですよね。ドローンの操縦を習熟してもらうということが目的ですから。まあ、といったところで、そこを借りるとなると、まあ、およそ10万円、多くとも15万円、20万円くらいかかるんですかね、というものが必要になってきます。これ地方ですと、また全然話が変わって、10万円も全然かからないと思います。例えば、ドローン練習場を開業してますよというところとお話をして、借りますよということで、スケジュール調整をしながら利用するというのも手だと思います。そして広告宣伝費なんですけども、これ動画の制作や、先ほど言った Google 広告への予算としても計上することが必要です。まあ、ここではちょっと広告どういった内容が必要かというものはお話ししませんけども、1月だいたい20万円くらいの予算は計上しておいた方がいいと思います。利益率に注目していただきたいんですけども、ちょっとにわかに信じられないような利益率なんですけども、おおよそ 50% です。営業利益率の計算をしたところ、やっぱり 50% くらいは確保できるなと。で、先ほど話が戻って、200数十万円の売り上げが約半分になってもおおよそ大丈夫ですよというところが、ここの営業利益率に絡んでくるんですね。これ、まあ、先ほど言った通りに、新規事業として会社内で事業部を立ち上げる場合、キャッシュアウトというのがほとんどないので、こういった形で、利益率が確保できると思います。初期投資に関わる会費ですとか入会金、そういったものは計上してません。ですので、まあ、回収という点から考えると、220万円から230万円程度の売上を見込んで3ヶ月をやると300万円ほどの営業利益が出る。そういった観点から見ると、初期投資した金額、まあ、200、300万円というのは、節約しながら投資をすることによって第一クォーターで回収は可能ではないでしょうか。まあ、ご存知だと思うんですけども、あくまでも参考までに、中小企業の、特にサービス業のですね、売上対営業利益率というものを上げておきました。まあ、5% から 12% 程度ですので、まあ、それに比較してもかなり高収益が狙える事業ではあるんではないかなと思います。で、まとめなんですけども、ドローンスクールって儲かるのかという点から言うと、儲かる可能性が非常に高いんではないかなと数字的には判断できます。ただし、サービスの作り込みを戦略的に行うということが一番重要になってくると思います。2016年当時でしたら全く問題なくパッと始めればそこそこ儲かるという仕事だとは思うんですけども、今現在から始めようと思うと、商品価値があるドローンスクールを作るということですね。この商品価値、何かというと講習会の種類と内容です。ですので、ニーズの多いものから講習会のメニューを作成してください。もちろんメニューを作っただけではダメなので、そこに通じた知識を盛り込んであげるということです。先ほど広告費を20万円ほど計上してますけども、これ何に誘導するかというと、無料説明会に誘導するということが非常に重要です。無料説明会といっても、ダラ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 とドローンってこうですというような内容を話すんではなくて、もう明らかに、例えば土木におけるドローン測量で必要なものは何か、ドローン測量における要というのは何なのか、また申請についてどういったものが必要になってきて、その申請に至る要件というのはどういうものなんですかという、具体的にビジネスに直結できるような無料説明会の構成が必要になってきます。そういった一連のものを充実させてからスタートアップをして、
着実に売り上げを重ねることによってドローンスクールというのは高収益が望める期待できる事業だと思います。もしこういったもので相談をしたいというのであれば概要欄にメールアドレスが記載されておりますのでそこにメールを送ってください。必ずご返信させていただきます。今回は随分切り口を変えてお話をさせていただいたんですけども、こういった動画ニーズがあればぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。